皆さん、こんにちは。GoodFort3、今井です。このチャンネルではですね、明日がプラス3%輝く、人生変わるファッションの話っていうのをさせていただいてます。その中で、今週は、大人ファッション7つの習慣ということで、7つのファッションのポイントを紹介してるんですけども、昨日は基本の2つのカラーっていうお話をさせていただきました。皆さん、見ていただけましたでしょうか ?1 回目だったんでね、割とシンプルなお話だったと思うんですけど、 ちゃんと最後までね、見ていただけたら、ちゃんとできてなかったんじゃないかなっていうお話だと思います。まあ、いきなりね、二つもカラーを決めてしまうっていうのは、なかなか不安だなって思う方もいると思うんですけど、きちんとこう、なるべくフォーカスして具体的に見えてないと、なんかピントがね、ボケた感じのファッションになってしまうっていうお話でしたね。うん。どうでしょうか皆さん、ちょっと心当たり、あ、そうそうと思うことはありませんでしたかモノトーンのファッションとか、まあ、誰がやっても、 それなりに合わせやすそうじゃないですか。でも、この二つのカラーをちゃんと捉えてないと、高級感出ないというか、少しね、安っぽく見えたりとか。2021年のトレンドで、アンサンブルとか、セットアップってね、同じ色を全身コーディネートで合わせるみたいなのがトレンドになってますけど、きちんとね、自分のこの色だっていうのを選んどくっていう習慣がないと、この同じ色を合わせるみたいな簡単なコーディネートこそ、すごいダサい服になっちゃうんですよね。 1> 第1回目なんでね、シンプルなお話でしたけど、またもし見,て見られてない方いれば、ぜひね、ちょっと見ていただいて、はい。ここをね、ちゃんと決めておいていただけると、この後の話もすごい、ね、頭に入ってきやすいと思うので、ぜひ、2つのね、カラー選んでみてくださいね。今日は7つの習慣、第2回目ということで、あと2センチ長く見せる、美脚パンツの選び方っていうのをご紹介したいと思っております。皆さんどうですかあと2センチ足長く見えたら、 すごい嬉しくないですかあと2センチ長くね、スラッと見せられたら、全然自信持てるって思いませんか僕もね、実は、まあ、身長が171センチなので、まあ、あまり高くない方で、手足がね、あんまり長くないんですよ。うん、なので、やっぱコンプレックスって結構昔からあって、まあ、いろんなパンツを買ってきたんですけど、やっぱりね、トレンドよりも、自分がよく見える、 ボトムっていうのをどうやって選べるかがその一日のファッションの中で非常に大きなウリットを占めるって年々ね分かってきたんですよ。トップ3もまずボトムスをきちんと固めるってことが非常に大切なんですよ。しかもこれ なかなかね、自分に合ったこの一本っていうのを探すのが難しくて、片っ端から履いていければ、僕ら仕事だったんで、いろんなブランドのあらゆるパンツをこう履いてみたから、あ、これとこれはこうやって違うんだって、同じサイズだけど全然違うぞ、みたいな、結構わかるんですけど、やっぱ一般の方ね、なかなかこう、パンツ選びって難しいんじゃないかなと思います。例えばね、スポーツやってた方とかで、ちょっと筋肉がついてて、足の太さにちょっと気になってるとか、半身が少し大きく見えると、 嫌だなななととかかっっって思って思思るる方もねいいいらっしゃゃんじゃないかなと思いますこの美脚パンツ、まずね、この美脚パンツを一つ定番として押さえとけば、いろんなバリエーションが自信を持ってできる風になるので、プラス2センチ長く見せる美脚パンツの選び方っていうのをね、お話していきたいなと思っております。じゃあね、具体的にどんなパンツを選べばいいのかって話ですけど、昨日の基本の2つのカラーで選んだ 色がもしね、もう決まっていればイメージしてほしいんですけど、その2色のうちの濃い方の色をボトムスに着た方が足長が見えます。結構わかる方多いと思いますね。うん。2つのカラーにプラス1個、もう1つね、その日の気分とか、今日のね、コーディネートのポイントでもう1色合わせるのいいですよっていう,いう話をしました。それがこの2つのカラーと同じ色でもいいんですけど、うん。 ま、二色、全部で二色でもいいんですけどね。もう一個合わせるとき。このときに、えっと、ボトムスパンツを濃い色で選びましたよね。で、インナーを、このボトムスと同じ色か、えっと、ボトムスに近い色を選ぶとより足長く見えます。はい。いかがでしょうかイメージできましたボトムスを黒い細いパンツにしました。そのときに白い T シャツを着るっていうの。まあね、白い T シャツすごいいいんですよ。 ま、そのコーディネートもね、すごいいいんですけど、これを白い T シャツと例えば黒い T シャツにした場合、その方が足が長く見えます。全体がスッキリして見えます。もしくは黒いパンツに黒じゃなくても、かなり濃い色を持ってきて、その上に、それより明るい色を着ます。三色目とかです、ね。明るい色を着ます。だから黒に、ネイビーに、例えばベージュとかを着た場合、ブルーとか、インディゴのね、シャツとか、えっ、ー、と、ベージュのコートとかを着た場合、 ただ、黒いパンツに白い T シャツよりも、黒いパンツに黒いインナーに、えー、ベージュのジャケットか、黒いパンツにネイビーのインナーに明るいブルーのコートとか。そういうね、インナーの色と下の色を濃い色で合わせるとかなり細い感じに、足長く見えますね。これが一点です。ね。色で細く見せる。あと2センチ長く見せるんですね。まあ、これで1センチぐらいですかね。 0.5ぐらいかな <laughs> はい。割と当たり前のようですけど、昨日の基本の2つのカラーをきちんとやってれば、もう自然にそういう風にできると思いますね。うん、セットアップっていうものをね、着るときに、この微妙なグラデーションをどうやって作るかってときに、すごく役立ちます。例えば、えっと、ベージュの、えー、セットアップ、全身ベージュで着た場合、結構ね、難しそうに思うんですけど、えー、一番シンプルなのは、少し濃いベージュ。 中も同じ色か、えっ、ー、と、そうですね、濃いめの色。で、一番明るい色を上。そ、それが一番足が長く見えます。このね、色のマジックで足を長く見せるっていうのは、えー、まず一つ目ですね。いかがでしょうか。この色合わせのグラデーション。下から濃い色。下からインナー、アウターに向けて、だんだんと薄い色にしましょうっていうのが一つポイントです。で、二つ目。 アパレル以外の方で意識してる方結構少ないと思うんですけど、あ、スーツとかオーダーしてる方はもしかしたら自分のね、フルとしてすでにやってる方いらっしゃるかもしれないですけど、足をスッキリ見せるパンツの決め手は、ズバリ。素幅をきちんと自分の素幅を決めてるかどうかです。自分の素幅を何センチにした時が一番足が綺麗に見える。で、もっと言うと、素幅と 膝幅。パンツでこういう風にあって、お尻のサイズと、膝の幅と、裾の幅っていうのがあるんですよ。で、えー、全部のサイズをね、一緒にするってすごく難しいですけど、えっ、ー、と、僕なんかもね、パンツ買うときは、基本的に、えっ、ー、と、裾幅は、この何センチにしてくださいって言います。ゆったりめでも、結構細身のパンツでも、割と思った感じのイメージのスッキリになります。えー、できることなら、膝幅も、 指定します。直しちゃうってことですね。うん。えー、同じパンツを毎年買ってますよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、その時にね、すごい生地気に入ってるんだけど、ほんのちょっと何か自分に合わない気がするみたいなとか、普通だなみたいな時は、多分ね、シルエットが合ってないので、シルエットを自分に合わせるんですけど、全部をやり直す必要ないんですよ。一番合わせなきゃいけないのは素幅です。素幅を何センチって決めて、 このサイズに直してくださいと。うん。で,できれば膝幅も決めて、膝幅はこのサイズにしてくださいと。そうすると、えっと、太いパンツでもこういう風になって、こう、膝から下はいつも同じありますよね。これ全然これで足すっきり見えますよ。はい。足長く見えるんでね。ぜひね、ちょっとやってみてください。はい、まあね、膝までやらなくても、全体的にまあシルエット悪くないなと思ったら、裾幅だけやっていただくと、すごい歩いてる様とかもかっこよくなるので、 ぜひこの裾幅を自分のベストな裾幅を決めるっていうのをやっていただければめちゃくちゃあの人スタイル良くなったとかねなんかスッキリしておしゃれになったみたいな感じになると思います今ねちょっと太めのパンツが流行ってますけどやっぱ若い人とかもともとスタイルに自信ある人は様になったりするんですけどやっぱ40代50代とかなるとおしゃれの中に 今年風なオシャレよりも自分らしいオシャレっていうのをきちんと持っていることが大事だと思うんですよ。ぜひね、やってみていただければと思います。ちなみにね、僕身長171センチって言ったじゃないですか。基本的には僕は裾幅15センチっていう結構細いのを履くことが多いです。か、もうその幅に変えてもらいますね、はい。直します。これ結構細いパターンですね。裾幅15センチ。で、スーツの場合は、えっと、17.5センチっていうのも、はい、持っております。 17.5センチって素幅も、えっと、シングルにしてもダブルにしても、割と僕は足すっきり見えて気に入ってるサイズですね。気に入ってるパンツがあったら測ってみてもいいですし、お店の人にね、これ膝幅とかどのぐらいですかとか素幅どのぐらいですかってね、聞いてみてもらえば絶対答えてくれるし、測ってくれると思うその場で。ぜひ自分の素幅を決めるってことで、いつもね、いろんなパンツを履いていても、いつもスタイルいい、いつもすっきり見える、いつも足長く見えるっていうね、 やっていただければと思います。あとはね、えっと、足を長く見せるコツとして、えっと、ボトムスの色と、えっと、靴の色をね、合わせるとか、えー、靴の幅を少し細いものにするとかありますけど、まあ、そこまでね、しなくても、このパンツのスト幅と色のグラデーションのことを、あの、気にしていただければ、白いスニーカーに黒いパンツとかでも、あの、足綺麗に見せられてるなと思いますし、 もちろんね、黒いパンツに、えっと、黒い細い靴を履けば、もうちょっと、ね、足長く見えますけど、まあ、そこまでしなくても、十分綺麗に見せられるなと思っております。いかがだったでしょうか大人のファッション、7つの習慣、2つ、あと2センチ長く見せる美脚パンツの選び方っていうのをね、今日はご紹介しました。あのー、これ女性の方も、 基本一緒なので、自分の気に入っているパンツとかね、一素幅とか測っていただいて、あ、この幅が私はしっくりくるんだっていうのを買ったら、素幅に買ったパンツを合わせていただいたりすると、トレンドが変わっても自分らしいファッションができるようになると思います。でちなみにワイドパンツが流行ってるんで、ワイドパンツの選ぶ場合はどうするかっていうことなんですけど、えー、中途半端なね、ワイドパンツがスタイル的には難しいので、 えっと、ワイドパンツを選ぶときは、先ほど決めていただいた裾幅の2倍以上の裾幅を選びます。背が低い方とか、スタイルをよく見せたいってい人には、ちょっとね、足短く見えるパターンですけども、まあトレンドですし、全体のシルエットとして、あの、柔らかい生地で非常にあの、楽なんでね。今、ワイドパンツ、太めのパンツ多いですけど、その時は、えっと、はっきり裾幅が、うんと太い方のを選んだ方が、 失敗がないです。あ、中途半端な素幅だとすごい難しいんですよ。このね、美脚パンツをまず押さえるってことで、どんなにトレンドを入れても大人のシルエット、綺麗なシルエットで着ることができるので、うん、カジュアルでもすごい上品に着れたりしますね。いかがだったでしょうかこちら、あの、チャンネル登録していただいて、もしね、よかったらコメントを残していただければ、まあ、ありがたいです。ありがとうございました。では、明日も素敵な一日になりますように。Good for 3! 今井でした。ありがとうございました。